サモンナイトシリーズサモンナイトさんサモンナイトさんは2003年8月7日にバンプレストから発売されたプレイステーション2用シミュレーション RPG サモンナイトシリーズの第3弾2012年10月4日にはプレイステーションポータブル版が発売されたストーリーは第一作サモンナイトの無職の派閥の乱とそれに続く第二作サモンナイト2の 海儡戦争から約20年ほど前に遡る。舞台はリーンバウムの地図にも示されない場所、かつては無職の派閥の実験場として使われていた小さな島である。基本的なシステムは全2作を継承しているが、今作からはバトルフィールドで視点が360度を回転でき、攻撃や戦闘終了などの際にキャラクターのセリフが入る。またハードが プレイステーション2となったことに伴い、グラフィックが大幅に向上している。また、夜会話で、キャラクターがプレイヤーと向かい合うように、設定されているなど、前作までよりも色々と工夫されている点が多い。本作もクリア後の番外編が存在し、前作のキャラクターが登場している。主人公は、とある事情で、帝国軍を退役した元軍人。帝国屈指の交渉。 マルティーニケの当主から彼の子供の家庭教師の依頼を受け、その子供と共に高専都市パスティスへ向かう船へと乗り込む。しかし航海の途中戦が海賊の襲撃に遭ってしまい、さらに突然発生した嵐によって生徒が海へ投げ出されてしまう。主人公は生徒を助けようと海に飛び込むが、荒波に翻弄され意識を失いかける。その時、力が欲しいか。 という謎の声が聞こえ、生徒を助けるための力が欲しい主人公はその手を伸ばした。主人公が意識を取り戻すと、そこは無人の砂浜だった。なんとか状況を把握すると、近くで生徒の叫び声が聞こえる。小さい召喚銃をはぐれ召喚銃からかばおうとする、生徒を今度こそ助けたいと思う主人公の頭の中で、意識を失いかけた時の声が響く。その直後に、 主人公の姿が変貌し、何も持っていなかったはずの手に壁に輝く剣が現れた。その剣の力では、グレ召喚獣を撃破した主人公。生徒は恐怖から解放され、主人公に泣きつくのだった。そして主人公は船を襲撃した海賊の客分として、迎えられたり、流れ着いた島の住人と出会ったりするうちに、自分が持っている剣の秘密、 そして県と島の関係について知っていくこととなる。物語の時系列はシリーズ全体で最も古い。元は優秀な軍人であり、原神米家庭教師の若者。とある事件が原因で所属していた帝国陸軍を退役し、家庭教師としての道を選ぶ。生徒との船旅の最中、ふとしたきっかけから不思議な力を持った県を手にしてしまい。 流れ着いた島で数奇な運命に巻き込まれていく。名称変更可能だが、変更した場合は、他のキャラクターが音声付けで名前を呼ばなくなる。共通の呼称は、先生。男性は、レックス、レックスさんなど。女性は、アティ、アティさんなどがあるが、カエルやヤッファは、先生の他に、あんたや、お前とも呼ぶ。呼び捨ては、アルディラやファリエル、フレーズとの会話で、 比較的多く見られるが、そのらも稀に呼び捨てにすることがある。出身は帝国のはずれのとある田舎の村。両親は目の前で旧王国軍に殺され、笑うことを自己防衛とし一時期精神崩壊に至ったことがある。しかし、周囲の人の絶え間ない応援と努力によって回遊する。心を開いて言葉を重ねれば必ず相手と分かり合えると一途に信じる。 行動原理もこの経験から来ている。村人の援助で軍学校に特待生として入学し、主席で卒業したエリートであったが、自身の過失により列車を乗っ取られた事件を一人で解決し、上層部によって不祥事をもみ消すために英雄に祭り上げられ、それに納得がいかず退役。普段は周囲に任務に失敗して退役、両親は事故で亡くしたと話している。 また、この時救助したマルティーニ家の当主が主人公の活躍を目の当たりにしたこととその天末を知ったことが自身の子供の教育を任せるきっかけとなった。意志の強さ、魔力や魂の特殊な波長が合致したことから魔剣の語られ、壁の検定の的確者となる。魔剣は忘れられた島の遺跡の中枢に封じられた意識とつながっており、 遺跡を介して強大な力を振るうことができる。しかし、遺跡の強い負の感情とリンクしてしまうため、遺跡の意識に精神を乗っ取られる、危険性をはらんでいる。事実、非道を働く無職の派閥の襲撃において、感情を爆発させた結果、圧倒的な力とともに、その意識までも主人公の表層に現れた。同じ的格者であるイスラに、 器の検定を砕かれたことで心が折れてしまったが、生徒や仲間との絆により心を取り戻す。本来は敵であるウィゼルの助力により、折れた壁の検定は、果てしなき青として蘇る。後に勃発した海儡戦争においても、アズリア率いる帝国軍と協力して、国境付近に迫っていた悪魔の軍勢を撃退するために、果てしなき青の力を発動したと思われる記録が、 残っている。カルマルートでは、アズリアが殺害されたことで怒りに身を任せて、罰剣覚醒し、無職の派閥を撃退する。その際、魔剣に意識を乗っ取られそうになるが、ハイネルに助けられ、彼やファリエル、生徒から、罰剣覚醒しないようにと忠告される。しかし、仲間を助けるために魔剣に意識を乗っ取られるのも、意図わず罰剣覚醒し、 オルドレイクラ無職の派閥を皆殺しにする。最後は、何とか意識を保っている間に仲間に別れを告げ、消息を絶つ。帝国屈指の豪将、マルティーニケの着手。ゲーム序盤の選択肢によって、生徒となるキャラクターが決定される。本作品ではパートナーではなく、生徒という位置づけである。番外編ではいずれも島に住み着いている。主人公と共に島を守っており、 不滅の炎を使う罰剣者になっている。不滅の炎については後に発売された本編と番外編の間の話を描いた小説で明かされている。また、ある人物によると主人公やいずラの資質に及ばないが、的格者であるらしく、ハイネルが護衛のために召喚銃を使わせて守らせていた。忘れられた島で生徒と出会い、友達になったハグレ召喚銃。 選んだ生徒によって自動的に決定される。生徒専用の召喚術、ユニット召喚銃として戦闘に参加させることができる。実は、生徒と出会ったのは偶然ではなく、ハイネルが主人公と生徒の手助けとなるよう刺激したもの。主人公が乗っていた定期船を襲撃した海賊団、帰る一家の海賊たち。島を脱出するために、 やむなく主人公と生徒は船を持っている彼らと共同生活を送ることになるが、共に暮らすうちにかけがえのない仲間へとなっていく。普段は略奪行為などは行わない海洋冒険家として活動する海賊である。小説版では頻繁に島に来ているようで、ロレーラル生と思われる無線機を緊急時などに使用している模様。 忘れられた島にある四つの集落を守る代表者たち。ロアーズとも呼ばれる。過去に島で起こった出来事から、当初は主人公たち人間を拒絶していたが、カイル一家と同じく、彼らもかけがえのない仲間へとなっていく。四人とも無職の派閥の実験施設の責任者であった、ハイネルコープス2園がある。遺跡から力を得ることによって、抜きんでた、 戦闘力と不老に等しいほどの長寿を得た。その一方、島から出れば無力に等しい存在になってしまうという制約も抱えているが、遺跡のコアと直結している魔剣の傍らにいれば、島の外でも問題なく活動できる。島の住民は、各集落で個別に暮らしているだけだったが、主人公たちが島にやってきてからは、積極的に他集落を訪れたりするなど、少しずつ変わっていく。 主人公たちと同じく、島に漂着した者たちも、機械集落、ラトリクスオニアヤカシカ集落、風雷の里霊界集落、狭間の領域厳重海集落、ユクレス村その他主人公たちよりも前に、忘れられた島に漂着した海賊たち、カイル一家とは面識があるらしい。とある品物を運ぶ、特殊任務の最中、偶然主人公たちと同じ定期船に乗り合わせ、 大嵐に巻き込まれてしまう。主人公たちやカイル一家同様、彼らも忘れられた島に流れ着く。召喚術による世界刷新や国家転覆など過激な思想を持つ召喚師の集団、暗殺組織などとも手を結んでおり、その内情を知る者たちから忌み嫌われている。何者かに持ち去られた派閥の司法の行方を追って忘れられた島にやってきた。召喚術が、 家計ごとに伝わる秘伝のすべであった時代の伝統を受け継ぐ家も多く、一般には知られていない、召喚術を駆使する者も多くいるとされる。ありがとうございます。